私はヒップで、そしてサイケデリックな地獄絵図を描きたい。あるいはこの世で最も悪趣味な類のスピーチ、あるいはこの世で最もスキャンダラスな黙示録を、悪魔のようなバラの心臓と聖者のような鳥の頭を持ちながら、私はヒップで、そしてサイケデリックな地獄絵図を描きたい。遥かベナレスとダンテの煉獄さんの間に降り立ち、私は誰かを待っている。夜の闇に紛れ路地を徘徊する行かれる若者たち、次なる犯罪の予告、彼らが塗りつぶす電気仕掛けの夜、私は誰かを無性に無心に待っている。悪魔のようなバラの心臓と聖者のような鳥の頭を持つ男を、やがてサイケデリックなギターを合図に、私はゆっくりとこの両足を広げ、ペテロの門が開かれる。二つの円柱の間、神の息吹が通過していく。とても神聖でとても貪欲、咽頭で横暴な神の息吹、ネオンの中に突如現れる神のビジョンの点滅、向かい側の列車に映る地上の楽園のビジョンが今そこを通過していく。宇宙へと抜け出していくこの船出の中、私は神秘的な糸杉とともにかの煉獄山を通り抜け、地上の楽園へと到達する。かつてビートニクスたちが錯覚した魂の神秘と苦悩を再現しながら、錯乱し意味を失ってしまったゴミ箱の中の紙切れのように、誰もがあの最中に感じるだろう逆さまの形のトリップのように、私はねじ曲げられた虫のように小さくなり、虫の見る一瞬の夢の中でだけ解放されうるだろう。私はヒップで、そしてサイケデリックな地獄絵図を描きたい。あるいはこの世で最も悪趣味な類のスピーチ、あるいはこの世で最もスキャンダラスな黙示録を、悪魔のようなバラの心臓と聖者のような鳥の頭を持ちながら、私はヒップで、そしてサイケデリックな地獄絵図を描きたい。